KSDD こんばんは。明けましてよろし、明けましておめでとうございます。広島県出身21歳のヘッピコート藤本彩香です。そんなに長々とはせずに15分だけやりたいと思います。2時15分までやったら終わろうと思います。とりあえず今日はこれで15分とりあえずやりたいと思います。まあね、今日1日1日はねあるので、1日3時間までのやっていいので、とりあえず15分やります。ちょっとやります。ちょっとね、言っちゃったので、今日お昼にやれたらやりますって言ってたので、期待していた人もいると思うのでやりました。はい、おめでとうございます。今日は、カウントダウン公演が初めて あってそれに出て今お家です。すごい、そう、夜中ね、いつもは12時で切れちゃうんですけど、今日だけはね、他のホテートグループさんの方も配信されてると思うんですけど、あの1日元旦だけは特別なルールでいいっていうことになるので、ちょっとね、こんな夜中にできることもないので、今日は元旦だし起きている人もいっぱいいると思うので、15分だけ、2時から2時15分ぐらいまでやりたい、20分かな、まあ、それぐらいやりたいと思います。はい、ということで今日はカウントダウン公演があって、初めてあのステージの上で年を越しました。すごい楽しかったです。かなりね、どれぐらい眠いかなとか言っときながら、今日はだからお昼まで結構寝て体力温存しといたんですけど、やっぱりね、眠たくはないけど頭がなんかシャキッとしない感じで結構眠たかったです。眠たいっていうよりなんかね、なんかシャキッとしない、頭が寝てるみたいな感じでした。この時間毎日アイドルだと31日分になっちゃうか。え、そうなの？え、じゃあちゃんと明日の朝も、あ、そうか、5時で、そっか、あれか。そうですね、お昼にもじゃあ やります。そう。ということで、でした。そして、明けましておめでとうもそうなんですけども、9期生が1周年を迎えたということで、すごく嬉しいですね。誕生日ぐらい嬉しい。9期生1周年でね。まあ、あのカウントダウンの方にね気を取られるというか、皆さんそっちばっかり集中してしまうんですけど、実は9期生が1周年ということで、今日はね1歳の誕生日になりました。9期生ありがとうございます。それと同時に私たちもデビューして1年が経って2年目に入りました。ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございます。祝1歳です。そうです、今日はもう誕生日です。ここを誕生日仕様にしてもいいぐらいな感じの1年です。本当にありがとうございました。ありがとうございますね。ここね、黄色くしてほしいですね。黄色い誕生日仕様にしてほしいくらい、誕生日と同じぐらい、もはや誕生日なんか年取るだけなので、誕生日よりもこのデビュー1周年という方が嬉しいかもしれません。てか嬉しいかもしれない。本当に誕生日よりももしかしたらデビュー1周年の方が非常に嬉しいかもしれませんというぐらい嬉しいです。ありがとうございます。あっという間でした。去年は9期生みんなでデビューしてドキドキだったけど、今日はね同じ日に9期生の仲間が6人しかいない中で、他はね全員先輩たちと一緒にやったんですけど、すごく楽しくできました。今日は今日も本当に嬉しかったです。ありがとうございます。すごい嬉しいです。ありがとうございます。非常にありがとう。いっちゃいの誕生日、そうです、いっちゃいの誕生日です。ありがとう、嬉しいです。そして明けましておめでとうございますですね。全然時間がないですね。全然実感がないんですが、
起きましておめでとうですね。眠くないの、眠いっちゃ眠いですね。そして今日は1曲目の曲がフラストレーションだったんですけど、その曲の中にも1曲目からさせてもらわせていただいてすごく緊張しました。なんかもっと先輩たちと顔を見合わせて笑ったりとかね、できるようになったらいいんだけど、めちゃくちゃ緊張しましたね。選抜さんがすごくたくさんいて、フラストレーションは本当にその中に入っていたので、私とゆっちがすごい緊張しました。なんかもはや選抜に入ったような気分になりましたね、を味わいました。こんな感じなのかと。そう、本当に全員ほぼね、年齢制限でアンダー18に出ている人のところに入るみたいな感じだったのかな、なんですが、そうなんね、ほとんどがね、その年齢制限に出れない人とか、まあ、他のお仕事があったりとかする人以外はね、全員選抜だったので、めちゃくちゃ緊張してどうしようかと思いました本当に緊張した。そして私自身初めてやる曲もあって、チーム S さんの強がり時計っていう曲とかやったりして、めちゃくちゃ緊張しました。強がり時計はすごくシンプルな動きそうに見えて、意外と難しくてすごく苦労しました。意外とタイミングとか早すぎて見えない手のくるくるの動かし方とか、本当にいろいろあれだったんですけど、頑張りました。嬉しかったです。あとは何かな、ユニットブロックっていうか、全員が寝ないブロックでは、あとあれしましたキスポジションをしました。 K2 さんのカップリング曲になっているキスポジションをしました。強がり時計は S ではなく選抜、知ってるけど、チーム S さんで今やっている公演の曲ですね。キスポジションもめちゃくちゃ楽しかったです。ね、めちゃくちゃ楽しかったです緊張したけどね、すごく、でもすごい楽しかったよ。初めてのことだらけでしたが、すごく楽しかったです。でもすごい緊張しましたね。リハーサルの段階から先輩が、偉大な先輩がたくさんで、その中に入るのは非常にあれでした。緊張しましたが、楽しかったです。公演の今年の締めと今年の初めの公演が出れてよかったです。でも本当に眠い、めちゃ眠い、本当に眠い。いや、眠い。なんか本当にね、今日ねこうなることは分かってたので。今日は無理せずに、朝から練習はせずに、昨日のうちにちゃんとしといて、昼はちゃんと寝ておこうと思って、昼までゆっくり寝たんですけどね、そんなね、寝ようと思った時ってなかなか寝れないじゃないですか。それであれだったんですけどね、
でも体力を温存しといて、なんか眠くはなかったけど、でもなんか頭が寝てるんですよ。目は開いてるんですけど頭が寝てて、なんか寝てましたね頭が。なんでもミッドナイト公演とかは、今日はね終わったのが何時ぐらいだったのかな、始まったのが11時半で終わったのが何時、12時半とか1時とかかな、何時に終わりましたかね、何時に終わりました。やばすぎるマジで。12時半で終わった、じゃあちょうど1時間だったのかな、1時間、そう、1時間が、あったので11時半から12時半まで1時間あって、ミッドナイト公演とかはもっとあれじゃないですか、何時まである、2時半とか3時近くぐらいまであると思うのでね、もうすごいなと思いました。多分一生出れないですね。あ、マジで途中もずっと言ってました、もうやばいって。あの限界水位でした、限界水位でした、本当にもう目は起きてるし元気なんですけど、でも、眠いみたいな。でしたね。普段はこの時間、普段この時間にね、起きてます、起きてます。全然3時とかに寝るのが普通なので、3時くらい寝るのが普通なので、でも、寝るのはもう、あれですよ。DMM、その日の DMM 見たりとか、ぼーっとしながら見ているので、動くっていうことはないのでね。起きよう起きよう。あと5分やるぞ。そうよそうよ。眠かったな。15分までやりますということで、でもねすごく楽しかったです。楽しかったですよ、すごく。ちゃんと映ってたかな、人数が多かったけどちゃんと映ってたかな。でも今日の一番楽しかったのは、全部の曲楽しかったけど、でも一番なんだろうな、キスポジションもすっごい楽しかった。やってみたい曲だったし、 K2 さんの曲すごく楽しそうだったので、すごくすごく楽しそうだった、楽しそうだったでね、楽しかったんですけど、何が好きだったかな、全部ね楽しかったし、あとバンザイヴィーナスはすごく好きな曲ですね。ふっぴさんはバカみたいな顔して踊ってたと思います、映ってないかもだけど、一番後ろなので、でもすごいね元気に踊りました。なんかやっぱああいう曲が好きですね、かっこいい系の曲よりすごいねバカみたいに弾けられる曲がやっぱり好きです。そう、バンザイヴィーナスね、めちゃくちゃね好きです、すごい楽しかった、やっててすごい楽しかった。本当だ、カウントが昨日と一緒だ、274日だったな。じゃあお昼にもやんなきゃですね、お昼にも。じゃあお昼でき、お昼は無理だな、お昼は無理だ、元旦中のいつかにやりますね、夜かもしれないけど、カウントされてないですねこれ多分。日にち変わっても意味ないんだね、5時でカウントが切り替わるのかな。
そうなので、じゃんやりますね、やります。カウントが変わった時にもちゃんと続けていきたいなと思います。そうします。いや昼はねちょっと難しいかもしれないですね。てか100難しいかもしれないです、わかんないけど。もうねこの時間なので睡眠取りたいですね。バンザイヴィーナスの MV 参加してると、そうなんだ、すごいね。5時、そうですね、明日やります。でも5時、あと3時間後なので無理ですね。ちゃんとカウントができる時間内にまたやります。そうします。でも本当に楽しかったな、生まれて初めてあのキラキラした感じでみんなであんなすごくイエイってできたのはすごくすごく初めてでした。いつもはお家でこじんまりとねおめでとうっていう感じなんですけどね、すごく楽しかった。みんなでなんかモニターが出て秒数が数えられて、すごい皆さんサイリウムを振ってみんなでお祝いして、みんなでジャンプして、すごい夢みたいな。特になんかアイドルさんのドキュメンタリーとかの時になんかみんな手つないで元旦空中で迎えようみたいな、そういうのが実際にできたからすごい楽しかったです。そう、非常に嬉しかったですね。なぜ飛ぶのかなんか飛んだ方がなんか盛り上がるからじゃないですか。すごいね、楽しかったですね。ありがとうございます。こんな貴重な経験をさせていただけるとは去年の今頃は思ってなかったですね。去年の今頃は思ってなかったですね。本当にあっという間でしたね、お披露目から。この1年は非常に、だって本当になんかスタンドバイユーとパレオエメラルドでデビューさせていただいたんですけど、ね、本当に入ってすぐほやほやな感じでデビューだったので、まさかね入って2週間しかレッスンの期間がなくて31日にお披露目なんて考えもしなかったですけど、だから荒削りな感じのねデビューだった。すごくねその日までにすっごく練習したけど、でも今見返すとね全然できてないなってすごい見てて思うけど、1年後にはこうやってねこう先輩たちと一緒にこう出れたりしていけるのは、でもめちゃくちゃ緊張した、本当に泣きそうなぐらい緊張した、本当に緊張した。楽しかったけどすっごい緊張した。でもそれを笑えるようになったのは良かったなって思うけど、本当に緊張した、怖かった。だって本当にすごい皆さん、すごいなんかすごいいつも一緒に公安でない先輩とか、ね、すごいそうそうたるメンバーさんがねすごいたくさん、本当にだから本当にすごかった。芸能界みたいだった、楽屋もめちゃくちゃ豪華だった。もう本当に緊張した。そう、フラストレーションとかは公演で何回もやってるけど、それでもめっちゃ緊張した。あー怖かった、本当に緊張した。うわ、やっぱ先輩たちってすごいなって思った。私もああいう風になりたいですね。なんか裏でいてもキラキラしてて、リハーサルとかは普通にマスクしてる先輩とか、なんかメイクもしてなくてリハーサルやる先輩もいるけど、なんかね星が見えるんですよ。なんだろうな、頭おかしいと思われちゃうかな、なんかね星が見える、オーラがある、だからすごいなんか違うの
かるかな、なんかね、なんかすごいねステージ、なんか分からんけどね、なんかね、なんか芸能人みたいだった。私にはないよ、なんかすごいね、すごいと思った。なんで緊張したけど頑張ったよ。握手会公行くと本物だって。そうそうなの、そう。そしてね、今日ジュリナさんもね出てくださって、ジュリナさんは本当にお優しいです。ね、サプライズゲストで出てくださって非常に嬉しかったです。私も、皆さんもすごい喜んでわーってなって、やっぱりすごい方だなと思いました。かわいい。お、15分経ちましたね。ということで配信終わろうと思います。はい、これは脳幹なので、また、まあ、日付は今日なんですけど、またね毎日アイドルを継続させるためにカウントできる時間にまたやるので、ぜひぜひ。でもまあとりあえず寝ましょう、とりあえず寝よう、とりあえずみんな寝ましょうね。でも本当に楽しかったです。今日の DMM はいつ上がるのかな。いつもはさ、8時とかに公演が終わったやつは日付が変わって12時ぴったりに上がるんだけど、今日のこの公演はいつ上がるんだろう DMM に。ちょっとわからないけど、上がったら見てくださいね。ということで2668人の方ありがとうございました。そしてギフト、おー、ギフト今日たくさんありがとうございます、ありがとうございます。ギフトくださった方、コメントくださった方、あ、やばい、ランキング読んでない、ランキング読みます。はい、13番マナ、12番タケ、11番ラブリーズ、10番浅川和光の隣、9番リョーグ45、8番浅川宏、7番ひなっぴ、6番竹下、5番ム、今日の4番はカズッピーカキー、3番ドロボー T シャツ、2番キンヤンパチ、そして今日の1番は平野先生、今年もよろしくさんです。2736人の方ありがとうございます。ギフトくださった方、コメントくださった方ありがとうございます。ハッピーさんでした、明けおめでした、バイバーイ。